かりました。で、こういうところ、うん、新聞紙敷いた方がいいじゃないですか、うん、最後ほらこれはみ出てるわけ。あ、はい、本当接着剤は、はい、こうね、はい、見えるでしょ、はい、で、まあ、一番分かりやすいとこはここ、はい、でこういうところね、はい、で両側こっちの方が隙間はなかったんだけどこっち側も流し込んでさ、でこれ盛り上がってるでしょ、はい、これはこの通りでほらバイスで締めたから接着剤が隙間に流し込んででこう締めたから隙間に入ってたやつがこう盛り上がって出てきた、うん、余った分がってことですか。余った分っていうかまあ余った分がね、はい、だからあとこれをきれいにしたいわけさ。自分でした方がいい。それを自分で自分でやる。なくてもいいですよ私そのまま使うんで。そう思ったわけ、はい、うん、だけどほらやっぱ最後の爪が甘いとさこうやって削れるわけよ、うん、綺麗にそのまま使ってるとだんだん落ちてくるってことはないよね。やっぱりさ、うん、いい料理ができないじゃん、うん、中途半端な仕上げじゃん、うん、こうやって最後さこれ仕上げね、うん、とこれの接着剤はほらアルミ柔らかい金属削るみたいに削れるわけよ、うん、すごい。アップしようか。アップして、うん、ね、こうやって、あ、本当だ、うん、でアップするときはこれをこうズーム動かせばできるわけ。でこれをきれいに削ってやるわけよ。あ、それかこう切削で切削げばいいわけ。こうやって。それ危なさそうだよね。こうやって、いやだからこれだとね切削ぐときれいにできるの、うん、ほら金属光沢みたいになるでしょ。ああ、本当だ。綺麗。本当だ。アルミみたいな。これちょっと根ず色でしょ、うん。グレーでしょ、うん。これをこう削ってやると金属みたいに、うん、アルミみたいに出てくるわけ。ね、うん。そうすると、うん、修理したところがまあわかるけど一応さ仕上げになるわ。うん、ね、うん、それでカインズで売ってるこういうさ、うん、コンパウンド、うん、そこまでするんですか。そうだよ。なんかさ、コンパウンドでこれさ、下にさ、新聞紙敷いてもらいたいわ、うん、私ちょっと、じゃこれをちょっとなんかゴミが落ちてきません？ボロボロと今気がついたんですがここまでやってほしいわ。はい、はい、映像上白い紙の方が良い？はい、はい、いや、大丈夫、別に大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、はい、早い話だ。ほら、ゴミになるような、うん、これは下の粉は、うん、切り粉ね、ですか、はい、これは自分で押し上げるとさ、はい、こうなるでしょ。あ、本当だ、はい、なるでしょ、はい、じゃあ、そういう風に言ったら結局やってくれてるわけなんで、しなくもいいんじゃない。まだやる部分は この周囲全部あるわけよ。そんなにやらないとダメですね。ほらほら、はい、こっちも両方ある。あ、そうか、はい、これは仕事、はい、はい、うん、なんか鳴ってるけど、お葬式がいいんだっけ。あ、そうなの。以上、はい、じゃあ切りましょう、はい、もう一回その、はい、あ、うん、ここだけ綺麗にさ、はい、そうすると、はい、こっちより面積大きいからさ、はい、こんだけできるんだっていうのが分かるじゃん、うん、見て、はい、でね、これね、錆びないんだよ、うん、へ、磨いたところが、うん、金属光沢がこれ、こういうの錆びてくるでしょ、これが錆びてこないの、へ、うん、だから仕上げがいがあるよ。すごいね、うん、時間が待って、そのまんまで、こう削ってるところをさ、はい、削ってるとこのグレーがさ光ってくるでしょ、金属みたいに、はい、金属の断面が出てきて、はい、こう断面カットすると中に入ってる金属の切削面が表面に出てくるから、はい、こう金属みたいに光ってくるわけよ。これボケちゃうんですけど、近すぎ、うん、近すぎじゃない。じゃあもうちょっと引いて、うん、だって一眼レフ使える
セミプロだろ。1万レフは連射しかしないから、連射じゃない、スポーツモードでしか撮ってないから。でそれさ、ボタンを押すと写真も撮れるのよ、そのまんま、うん、押してキャプチャーって出てくるでしょ。うん、できた、うん、写真も撮れるので、パシパシパシって撮っといて。そうすると、ほら、これ元の面よりさ、光ってない？はい、光ってます、一部。一部。うん。これ以上やっちゃうとダメなんだ。それ焦点距離。少なくともこの元の穴位置の丸形状です。これセラミックナイフなの？はい、あのカッターナイフだと手切れるでしょ、これセラミックナイフだから手切らない。あ、うん、その代わりだけど削れるん、うん、バリ取りなんかいいんさね、結構ね。綺麗綺麗、うん、でしょ、うん、うん、そうすると一応元のこのピン形状、ピンのところ、うん、修理までできるかなと。どう一生懸命なんだ、うん、あ、すごい綺麗、うん、あ、丸くなった、うん、OK、それで、ヤスリ、ヤスリ、ヤスリ、うん、これ1200番なんですけど、ヤスリをかけて、ヤスリもかけて、うん、ヤスリをかけて、ヤスリをかけて、すごい光ってきたでしょ、うん、あのお水つけて研ぐといいんだけど、一応ね。で、申し訳ないんですが、うんうん、あの使ってきたって、あ、ほんと、はい、何でしょう、ティッシュ、ティッシュ、あ、失礼しないのか、1枚取りましょうね。あ、はい、光ってきたでしょ、うん、うん、そう、うん、まあちょっと、うん、あのやり方は、はしょってますけどね。録画できてる？で、あ、すごい光った。光ったわ。見える？見えます。おお。本当だ。ピッカピカだ。ね。すごっ。新製品みたいな、新しいものみたいな感じしない？ね、ピッカピカだねえ、うん、すごい、ね、すごい、お料理上手、うまくなるでしょ、うん、で、だからこういうとこもさ、うん、みんな同じようにやってやると、うん、はい、ピカピカになりますから、やってください。新婚旅行で買った、ヨーロッパで買った包丁がさ、はい、一応あの納得の、またなんていうの包丁としての機能を果たせる。これは何ですか？それはセラミックナイフ。でさ、うん、カッターナイフだと手切るでしょ、うん、だけどこれ手切らない。セラミックの包丁とか売ってますよね。うん、まあ似てるのかな。でも何を切るんですか？いや、バリ取り、こうやって面取りとかさ、うん、あ、それ仕上げのバリ取り、うん、分かりました。こういうとこを仕上げ、ね、なるほどね、うん、すごい、以上、はい、1,2,3 ありがとうございます、はい、やってください、ピカピカ、やってください、はい、あとは自分でやる、はい、うん、やっぱりあれじゃないですか、この軸を押さえてる、うん、あの強度が、うん、弱いんでしょ、うん、この耐久力に対して。だってさ、これあの材質なんだか分かんないですけど、プラスチックの方よ、うん、
多分熱硬化樹脂ってあのベイクライトとかあのマージャンのパイとか使ってる、うん、ああいう材料、要するにそのこあの昔のない二股ソケットなんかの使ってる、うん、あの溶けないプラスチック、うん、熱過疎じゃなくて熱硬化、うん、でだから、うん、あの電話機とかさ、うん、そういうのと違って自動車のバンパーとかいうのとは違ってほら電球のソケットなんかあったじゃない、うん、マージャンのパイとか、うん、そういう材料だと思うんだ、うん、この黒のプラスチックは、うん、それに対して3本で止めてるだけじゃん、うん、で3箇所が、うん、3箇所のこのピンのさ径が細いじゃんこれ、うん、出てた通り、うん、だからこの3箇所が弱くなっちゃえば、うん、中で割れちゃえば、うん、もうこれ開いちゃうだけ、うん、でこれもプラスチックはさ接着してたわけじゃないから、うん、ただ単にこのピンで3本のピンで止まってただけだから、うん、だからピンのこの細い径がお水なんかが入って、うんうん、傷んじゃえば鉄みたいだから、うん、これでチタンとかステンレスでできてれば別だけどそういうわけにいかないじゃん、やっぱり本体が鉄だから、うん、多分電飾なんかの影響もあるんだ、うん、これでいろんなのに使えるでしょ、この包丁は。いろんなのだから、まあ、いや、私何でも切っちゃう。何でも切っちゃうのに使えるでしょ。普通ほら、いや、野菜、お肉、あ、なんか言ってたね、出刃包丁がどうでこうで。出刃包丁もあるけど、使う、私使わないですね、あんまり。でもなんか、何でも使えそうな感じだよね。何でも使う、これは。でも、しっかりできたでしょ。しっかりできた。はい。うん、どう？納得？納得です。いいよね、納得、はい、納得です。ありがとうございます。綺麗、ほら。うん、これまで作ってくれたんですか。これもいやいや、それはなんかほら危なくないよ。危ないのはないけね、ええ、あでも嬉しいです。これでなんかね、鍋の取っ手が壊れたので直したとかなんかインターネットで載ってたね。あ、そうなんですか、うん、買って材料買って、へー、うん、あそういうのも直せるんだ、うん、いやでも火が直接当たっちゃうとこはやっぱダメだよね。あプラスチックだもん、こういう材料と同じ。あ、うん、嬉しい。これでまたずっと使える。治るとは思わないよね。どうしよう、ゴムで止めたりとかしてみたんだけど、でもやっぱりダメだな。最後は何でやろうと思ってたの？最後はもう諦めるしかないなと思って、だからここ、うん、この 1,2 年結構同じのがあったらいいなと思って、包丁売り場とか、うん、あとほらイオンなんかのあれじゃないですか、うん、今ザ何、うん、キッチン用品のお店とか結構あるから探してたんですけど、うん、ヘンケルの包丁って結構あるんですよ、うん、だけどここまでここがまで何金属、うん、のとかで、うん、こういうのはないんですよね、同じのは。うん、あとカーブのあれがちょっと違ったりとか、うん、そんなこだわり、こだわるわけ、こだわるそうじゃないけど使いやすかったんじゃない、これが使いやすくてずっと使ってたからやっぱり同じのがいいかなと思って、うん、なるほど。そうそうそう。ね、でもそうだよね。そこの取っ手がガタになると嫌だよね。そうそうそう。うん、同じタイプだよ。そうですね。でもこれ、ここ木みたいよ。えー？